ス屈指のリゾート地セントアイブスにやってまいりました。もう格好は完全にリゾートなんですけども、海で戯れる少年もいますが、現在の気温は20度以下です。まあ日本でいうと春ぐらいですかね、春先4月とかの気温です。まあ寒いですよ、肌寒い。そんなことは関係ないと、このコロナ禍の中で海外に行けないストレスの溜まったブリティッシュたちが、国内屈指のリゾート地このブルーの海めがけて退去して押し寄せてきてます。いやでもこの海の色はもうマルタとか地中海のなんか島と全く遜色ないですね。ただ寒い。そんなことは関係なく、もう観光客たちは完全に、まあ、30度ぐらいのイメージの格好をしてますね。まあなんでやっぱりね、私としてはもう肌でこのコーンウォールの海を体験しようということで、完全に海に入る気満々です。海だけじゃなくて、結構街にある小さなショップとか一個一個もすごく味があって、1日とか滞在するんではなくて数日ゆっくりと滞在する、まあ、そんなイメージですね。楽しもうっていうその気合が違う。ご覧ください、現在の気温17度ぐらいですよ。すごいわ、まるで真夏。今日8月1日なんですけど、まあ日本とかアジアの国とかだったらもうかなり暑い、もう海が最高にほてった体を冷やすに最高という、そんな感じですけどね。海水浴がイギリスは全く違いますよ。雨予報だろうが気温も水温も上がらないだろうが関係ない。これ海が青ければいいんです、太陽が出ればいいんです、とそういうことです。この砂浜、イギリスでは当たり前じゃありません。イギリスのビーチはだいたい石地なので、サンドビーチが珍しいんですよね。このコーンウォールは海の色もビーチも完全にリゾート仕様になっております。いやーすごいね、太陽さえ出ればなんとかなるだろうということで、いやー海に入ろうかな。大人でウェットスーツ着ないで入ってる人ほぼいないですけどね。いやー行くか、コーンウォールの海を肌で体験しお伝えしたいと思います。お願い、太陽出て。いよいよ覚悟を決めましたよ。やばいよ、絶対寒い、これ絶対寒い。いや
やこれマジで冷たいっすね。これはやばい。ちょっと軽く寒中水泳に近いでしょう。ちょっとあの見えますかね、あそこのファミリーが海に入って出てこないんですよ、ウェットスーツなしで。なんでだろう。あそこだけ温泉出てるの、意味がわかんない冷たさ。冷てぇ。まあ、あのウェットスーツなしで裸で海に入ってる大人、あのファミリーと私しかいませんけどね。これやばい。人種によって体感が違うんでしょうか。おお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 しまえば、まあ特に頭まで入っちゃうとそこまで寒さ感じませんけどね、まあ基本水は冷たいですよ、ほてった体を冷やすような感じじゃありません。寒いです。気持ちいい。